ビノリ、ロナとファンのファンタジーラジオ。皆さんこんばんび、マビノリの世界へようこそ。ロナリ作役、イソッチこと磯村智美です。クラシジのパン役、ヘリクス野郎オノパンこと小野ゆうきです。ゲス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 。この番組はマビノリの世界の魅力を皆様にお届けするファンタジーライフ系ウェブラジオです。ということで早速始まりました。始まったよ。はい、夏休み折り返し地点を過ぎた。みんな宿題とかどうなのかね。ね、着々と進んでますか。宿題ね、宿題とかね、ありましたね、いろいろ。あとでもほら、夏ってイベントが多いから、ね、並んでる最中にとかこのね番組とか聞いてくださってるといいなって思いつつね。確かにね、そうだね、片手間でもいいんでね、ね、聞いてもらえると嬉しいですな。はい、ですなですな。そしてそして重大な情報ですよ。そうだよ、8月9日から別冊少年マガジンでマビノリのコミカライズがスタートしました。これでございます。これ熱い熱い、音すごい。これなんで三三七拍子なの。これですよ、これ分厚いだこれ、ね、別冊少年マガジンですよ。そう、なんかもうちょっと私もマビノリの話軽い、ね、なんかなんだ、サクッと読めるものだと思ったら内容的にね、内容的にも結構分厚いものだし、ページ数もかなりあって、すごいですよ、うん、なんていうんですか、表紙のところにマビノギ、新連載74ページって書いてある。74も、すごいですよこれ。大変だ。いや、分厚い感じで、確かにこれ見るとそうなんですよね、マビノギなんかこうほのぼので来るのかなって思ったら、いきなりもう切り合いですからね。もう大変なことになってますよ。すごいですよこれ。もうこの中でもかなりのクライマックスが一回来てね。来てますよ。最後どうなるのよみたいなところで、最後どうなるの、本当に最後のセリフ言っちゃいましょうかこれね。言っちゃうの、最後セリフふーっつってな。なんか途中のなんか差し障りのないようなところをちょっと紹介してみて。あ、ね、なんかドラゴン来た。あ、大雑把、雑雑、もうちょっとみんなが見たいなって思うような。あ、みんなが見たい、みんなが見たいところ、あ、なんかねやばいっすよ。なになに。ヒロインになんかいやらしいあざが。何言ってんの、いやらしくないよ。ちょっといやらしいところにあざが、ほらちょっといやらしくないですか、これ。まあ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 、ちょっとあざの位置はね、ぜひ確認していただいて、ね、ちょっといやらしいところについてるんで。確かに。ぜひちょっと見て確認してください。途中ちょっと全裸になってたよ。そう、ちょ見ました。全裸どこ？全裸後ろの、後ろの方。どうだ？後ろの方。もうちょっと後ろの方で。もうちょっと後ろで。全裸？全裸になってた。もうちょっと後ろ。王様？王様が全裸？王様じゃないよ。王様じゃない。その女の子が。主人公も全裸だ。おいおいおい、主人公全裸いいんだよ。主人公が全裸の後に。後に。ちょっと女の子。ああ。おら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 。あ、いやらしいところにあざあったじゃん、やっぱ。あるよ。ほら。あるけれど。やばいですよ。何そこが推しなの、なんか物語のちょっとサスペンス風な、なんていうのかな、サスペンス風っていうか、なんかちょっと謎が結構ね1話目からあって、もっと引っ張るのかなと思ったら、あれっていうね、意外な結末。おい、ちょもうこれ以上やばいんじゃないですか。これもう最後のセリフいっちゃうんですよ、これ最後。最後何、剣を、剣を、うっつって、剣をうっつっていっちゃうんですよ、これ何、剣をうってなるところ、ね、ぜひ見ていただいて、皆さん、よろしくお願いしますよ。これ感想って番組に送っていただいてもいいのかしら。あら、オッケー、オッケー、あら、らしいので、あ、じゃあぜひ ね送っていただいて、そう、自分的にはどこにあざがあって欲しかったですみたいなね。いや、そんな、そういう感想をぜひちょっと送ってください。そんな、どうする、それでさ、もっと放送できないような場所とか、例えばどこですか、なんか言われたら、どこですか、どこだろうね、どこですか、CABみたいな、はい、ところとか言われたら、まあいいじゃないですか、それぐらいならいいんじゃないですか。それぐらいだったらいいけど、今ちょっとやんわりと言ったよ。やんわりで夏休みだし、夏休みやんわりとしたよ。いいですか、夏休み開放的になってつい言っちゃっていいんじゃないですか。じゃあ言っちゃってよ。おい、チェンでチェン、チェン、すごいもやかした。モザイク全開でお願いしましたね。ヒロインにないじゃん。いやいや、別にヒロインじゃなくていいじゃないですか。まあまあそうだね、主人公みぃ、そうです、そうですね、そうですよ、まったくもう、ちょっといきなりなんで話するんですか。自分が振ったんだろう。そうですよ、僕が振ったんです。まあそういう、あざの場所はどうでもいいんで。そうですよ、あのね、ちゃんと今後どうなるのかなとか、こういう展開になるといいなみたいな話とかを送っていただけると嬉しいなと思いますよ。お願いします。はい、では皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ロナパンラジオスタート。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ、この番組はネクソンの提供でお送りします。
ロナとパンのファンタジーラジオ。ラジオを聞いてくれている皆さんからのお便りを紹介するマビノギ通信のコーナーです。早速皆さんのお便り紹介していきましょうね。お願いします。まずはマビノネームモモネコさんからいただきました。ありがとうございます。イソッチ、オノパン、コンマビ、コンマビ、マビノギはクローズドベーターから遊んでいる子さんプレイヤーです。ロナパンラジオもプレ放送の時からいつも楽しく聞いています。ありがとうございます。お便りを出す勇気がなくて遅くなりました。ありがとう。勇気を出してくれて嬉しい。32回にして。いやありがとうございます。あ、プレ入れたら33じゃない。3回やってる、うん、すごいね。ありがとうございます。さてさて話は変わるのですが、うん、8月6日はパムの日、パンの日でしたよ ね、 ましたね。私もぼっちでパムの日してきましたよ。黒い服を着てロナパンパペットを手に持ち、うん、パンの風船をつけてみました、うん、楽しんでいる様子が伝わっているといいなと思います、うん、これからもイソッチャンとオノパンの楽しいトーク楽しみにしてます。ではでは。 ありがとうございます。 PS、 レオパンが買った釣り竿で下部港で釣りすると魔法スキル本がタダで釣れるかもですよ。ほうほう。っていうね。あー、はい、あいつが残してった。そうですよ、レオナが、うん、ほうほう。餌も買ってくれてたから。あ、ほんと、うん、なんかいろいろやったらしいっすね、うちの後輩ちゃんが。そうだよ、使ってあげて、ね、使ってあげて、あの釣り竿。はい。釣り竿を見てないでしょあなたまだ。はい、釣り竿ね。僕ちょっと釣りそんなに、なんか嫌な思い出があるんで。なんだよ、嫌な思い出って。なんかキャンプ、うん、キャンプ場でなんか小魚が釣れるみたいな、うんうんうん、ちっちゃい釣り堀があって、うん、それで初体験釣りして、うん、したんですけど、あ、かかったと思って、ふいって引っ張ったら、うん、その小魚の引きに負けて俺落ちてずぶ濡れ。小魚ってどれぐらいの？まあまあ本当これぐらい。それに負けるの？あらあら、おっとっとっとってなって。なんかごめん、ちょっとしたカリン島ぐらいの大きさだったけど今。本当、まあまあカリン、そうね、カリン。ちょっとしたカリン島、あ、大きさのカリン島みたいな。うまい棒ぐらいにしてせめて。うまい棒より小さくない？こんぐらい。ほらギリギリうまい棒。うまい棒より若干ちっちゃいぐらい。うん、これぐらいの魚の引きにね、そう、うまいことちょっとバランスを崩されましたね、うんうんうん、ドッポンした記憶はあります。なるほどね、はい、でもいいじゃん、そういうドッポンしないんだよ、マビノギの釣りは。あ、そうなんすか。そうだよ、そうだよ。引っ張り込まれてみたいなないんすか。ないないない。窒息して転生みたいな。そんなのない。ですか。窒息して転生はちょっとかっこ悪いな。でもなんかあれしそうだよね、タイトル、窒息して転生したみたいな。小魚に引っ張られて。あいつあいつ。ブブーのやつ、ね、ダメなやつだぜって言われる。これそうするないす、ね、この桃猫さんって何かスクショとか撮ってくれてないのか。ああ、なんだ、あらららら、なんだ、スクショとか送ってきてくれれば紹介したのに。桃猫さん、どうしたの。ああ、そうか。あ、すいません、俺それなんか本人が街中でやったのかと思ったんですよ。なんか黒い違うよ。だってロナパンパペットないでしょうよ。販売そういうことか、されてないじゃん、ゲームの中でね。そうそうそう。あ、なるほどね。ちょっと普通の街中でパンの風船つけてみましたって結構な勇者だよ。すごいなと思った。パンの風船もなんかこうキュ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 ってあるじゃないですか。あ、風船なんてなんかうまいこと作ったのかなと思って、ね、そんな。はぁ、ゲームの中の話ですよ。そらスクショ見たいですわな。ねえ、見たかったよ、ね、今からでも遅くないよ。なんかね、補足を、うん、補足としてみたいなので送っていただいても全然いいのでね、はい、また送ってくださいね。はい、はい、いやいやいや、次は次はそういうことか、うん、はい、じゃあこちらの方、ナビのネームアコナさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お二人ともマビノギは、マビノギは、私は6月7日のロナの日に、67回パンの、いや羊の毛刈りをしたアコナです。うん、前回私の誕生日とパンの日が被っているということを書いたの覚えてるでしょうか。なんかいらっしゃったね、そういえば、うん、前回言った通り8月6日同日に86回毛刈りをしようと PC の前へ。お、しかし今日は私の誕生日でもあります。一人で毛刈りはあまりにも虚しい。そこで私は考えました、うん、8月6日、それはパンの日でありハムの日である。確かにね。あー、 なるほどね。インベントリーをすべてベーコンで埋めてやろうというわけで、すべてを犠牲にしました。おお、落とすことのできないカバンを放棄し、ソウルストーンを使うため、マジで装備なしでクマに挑みました。すごいな。結果できました。おお、しかしよく見るとお金があるじゃん。おお、そう、私は忘れていたんです。今のイベントをクリアすると3万ゴールドもらえることを、うんうん、そのためには任務完了を押す必要があることも、私の犠牲は無駄だったのか。いや、無駄じゃない、きっと大丈夫。そして小野さんのパンの絵とても可愛かったです。あ、よかったね。おっと、ステッカーや缶バッジになりますか。欲しい、めっちゃ欲しい。商品化お願いします。だって
ガラスの向こう側をちょっとチラッと見ましたけど、ちょっとまあまあ 5% でいいですよ、 5% こちらは 5% ちょっと待って、やめて消費税がね、ちょっと待って、そういう話は今日森永さんいないんでやめてください。また出たよ、やめてください。出るな、うちのマネージャーの名前が。エレベーターでわイケメンって言われた森永さん、聞いたそれ。なんかすれ違い様エレベーターで、しかも美女だったらしいですね。美女がなんか森永さんの顔見てすなが去ってたらしいですよね。うわ、なんかね、でもそういうことって実際あるんですね。あのね、一回、はい、カッキーとかとみんなで飲み会をした時に、カッキーがサラリーマンの酔ったおじさんから、うん、お兄ちゃんイケメンだねって言われてて、カッキーが知ってるよって言ってた。知ってるよ。そう、なんでこんなになんかエレベーター内でこんな一瞬でフレンドリーになれるんだろうと思ってね、羨ましかった。俺昔、お茶屋さん、和菓子屋さんかな、で江口と一緒になんか お茶菓子食べながらなんか冗談やってたら、隣に座ってたおばあちゃんが、お二人とも面白いわね、お笑い芸人さんって言われた。ビビるおうちさんですか。それで言われたのかな。なんかそんな言われたことあったよね。ちょっと見たことあるみたいな感じになっちゃったのかもね。それでなのかな、ね、どうなんだろう。言われたことあるけど、他にも来てるのかな。あら、どうですか。ありがとうございます。マビのネーム、ペイルラビットさんからいただきました。ありがとうございます。イソッチさん、オノパンさん、こんにちは。こんにちは。パムの日だったということでパンネタと思い投稿いたしました。実はマビノギの戸棚や絵画といった設置物には NPC やらの小ネタがちりばめられていたりします。そう、例えばこんな風に画像参照、他にもパンのネタがあるかもしれないのでぜひ探してみてくださいね、ということでスクショが来てますよ。こういうはおやおや、黒い羊がこうね、なんね、なんかなんだ埋め込まれてる棚のなんか置いてある、なんだろうねこれ、置物なのか置物っていうかなんか時計なのか、的なやつのね、円のとこにパンがいる、これパンか、ちょっと凛々しいよね、パンからしたら、ね、キリってなんかね、キリッパンだよね、キリパンだね、キリパンになってるけど、キリパンですよ。そう、でもなんかね、私も遊んだ時に、タラとかの壁とかに結構絵画とかかかってて、面白いよって言われたことあるよ。じゃあ、小ネタがやっぱこういう風に、ある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 、散りばめられてるんだね。こういうの見てみると面白いかもしれませんよ。うわー、細部にまでこだわってますな。これは皆さん見れてんのかな今。あ、そうか、スクショは出せると。あ、いい番組になってきましたよこれ。ね、ね、全部見せられんだ、いいですな。小野くんは、はいよ、あれやってたじゃん。あ、そう、パムの 日俺もやりましたよ。あの8時6分にパン食べるみたいな、リアルな世界でね。そう、あれ実はちょっと俺嘘ついちゃって。何、あの本当朝の8時6分に食べると思って。あ、そうそう言ってたよね。そう、朝なら食べれるっつって、で、起きて8時15分ぐらいで、あ、ちょっと過ぎちゃったの、寝坊したんだ、やべえやーと思って、でもしょうがないからとりあえず食べて、でツイートはでも8時6分に食べたって嘘ついて。あ、なるほど。そう、ツイートした。嘘つかなくても。嘘ついた。あれ夜の8時6分に食べたわけじゃなくて、朝起きて、まあ15分ぐらいになっちゃったけど食べて、8時6分に俺食べたぜどうやみたいな。そうそうそう、そういうこと。 だからなんかあんまり、なんかそれから広がらなかったな、あのツイート、そうなんかあんまり広がってないなとは思ってた。やっぱりそうだよね、嘘だから。ちょっと後ろ目指すがなんかなと思って、とりあえず食べたよ。あのパン君の公式ツイッターもちょっとなんか気にしてる風だったの、らしいね。そうなんですよ、小野君は食べたのかなみたいな。やっぱりいうこと言ってた言ってた。そう、見ました。でもあれで分かったのが、そうってことは、あのパンはなんだ、あのパンは俺じゃねえってことなんですよ。当たり前じゃん。人格が違うってことですよね。だってね、小野君は、小野さんは食べたのかなってパンが言ってるってこと、あのパンは違うパンですよ。違うパンだよ。違うパンですよ、あれは。違うパンだけれど、そんなの最初から分かりきってることじゃないか。な、僕どっかで信じたんです、まだ。俺が書いてるって。俺が、そう。だって自分に何もお知らせとか書いてなかったでしょ。マミノリのアップデートが終わったねとか言ってたのじゃ。言ってないでしょ。言ってないですね。まあでもラジオが始まってから、ちょっと更新頻度がパン君も増えてきたかなって思う。そう、なんか今までね、ほんとね、大したことつぶやいてなくってね、大丈夫かなみたいな。ひどいようですけど、まあそうだったんですね。じゃあ、ほか急にパン君が稼働して。よかったよかった。多分そうだと思うよ。ラジオも始まったし、頑張るめって思ったんだと思う。頑張るめ。たまにリプライとか見ると、あれよ、なんか、お前ちょっとジンギスカンにして食うぞ、ちゃんと喋れみたいなことを
ちょっとボーディエンとか吐かれててパン君頑張ってパン君頑張ってって私心の中で思ってたのすごい。それユーザーの方からの。かわいそう。でもね固くなにパン君はねつぶやいてなかったから、あれどうしたのパン君ちょっと心折れちゃったのかなって思ってこう頑張れ頑張れって思ってたら、ちょっと最近ねすごい。あそうなんだ、うん、パン君は話しかけたら帰ってくるの？帰ってくる時もあるんだけれど、あそう。でもやっぱりねパン君も、うんパンですから、うん、心がありますよ。そうね、羊ですからパンですからつっちゃうけど羊ですから羊の方だ ね、うん、心がありますよちゃんとね。 そんな暴言じゃなくって、うん、ちょっとなんか温かい言葉の方がね返したくなるんじゃないかなって思いますよね。頑張れみたいなね。そうそうだよ。優しい言葉をかけてあげてって思う。そういうこと、うん、もう食ってやるぞじゃなくてなんかいただいちゃうぞみたいなね優しめの結局内容的には一緒だけどあまあ確かにね。でもまだねなんかちょっとそう、うん、何なんかサボってると食べちゃうぞみたいな方がゾって星も飛ばしたりすればもう、ね、確かにね、いいんじゃないですかそういうくらいだったらねそういいかもね。あったかく見守ってあげてください、うん、はい、おまだあるまだある、はい、この方マビのネームどうしたのフィウハさん。フィウハさん本当に本当にそうなの。フィウハフィウハあフィウハさんなんか読むとそんな感じなんない。わかんないね音がフィウハってなっちゃう、ねうん、ね出ました、うん、好評だった、うん、マビノギあるある、うん、これちょっと読みましょう、うんうん、背伸びした武器を買って、うん、後で修理費に泣くあると思います。あるかもね。あると思います。これはあるかもしれないね。うん、修理費もじゃあ、 買った武器の値段に応じて上がると。グレードによってね。あ、これ上がりますね。じゃあそれありますね、うん。あるあるだよ。あるあるだこれは。なんかちょっと嬉しくって、うん、タイマイはたいて一番最初にやるかもね、うん、そういうの。ああ。溜まったから買っちゃえーっつって買って。うん。あーみたいな結構残りがもうないみたいになる。うわーこの武器は壊れたり錆びたりみたいなことですか。あ壊れたりはするする、うん、するしなんか祝福ポーションとかを使ってると壊れにくくなるんだけれども、うん、まあそれをもらうのもちょっとね働いていただいたりとかするもんなんで、うん、働きたくないです ね、 確かにね働いてそれは働いて、うんエリクツコちゃん何やってるんですか今。まあ今ぼんやりしてるんじゃないですか。ぼんやり多分ねもうお盆中お盆中ですもんお盆やりしてます。お盆やりかお盆やりも、はい、エリクツコお盆やりそういうことです。なるほどね。先祖代々 の、 おじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんかける300体ぐらいがナスで作ったなんつですか馬みたいなあれねやつに乗り移ってなんかすげー喋ってます今はい釣りして釣りしてそれやるならお盆ってそういうシステムだっけな分かんない違う気がするけど、はい、皆さんお便りありがとうございますこれからもどんどん送ってくださいね。以上マビノギ通信でした。マビノギロナとパンのファンタジーラジオどっちがゲスかな心理テストでゲス判定ゲスゲスなんだ新しいねまたでゲスゲス私とこのパンどっちがよりゲス野郎かを決めるゲームにチャレンジしたいと思います、はい、ルールは簡単です。今から心理テストが出題されるので私たちはそれぞれ自分の思う回答をします。その心理テストの診断結果がよりゲスだったと判定された方にゲスポイントが1ポイントつきますゲスピーがねゲスピーね最終的にゲスピーの多い方が、うん、ロナパンラジオのゲス野郎としてセンブリ茶を飲まなくてはいけませんセンブリがそうですか、うん、まあでもこれは小野くんがねもうゲスパンとして定着しつつあるので、はい、まあもうそうですねゲスな発言は割とちょいちょい出てくるわけですから、ね、ここで負けてほしくないですね。まあぜひ負けたいどっちどっちだ負けると飲んじゃうわけだよね。負けると飲まないんじゃない。負けると飲まない、うん、どういうこと だ俺もうすでに頭がすでにゲスな方が飲む。そうよね、ゲスな方が飲むってことは勝たなきゃいけないんだ。負けちゃダメじゃんやっぱり。危ねえ危ねえ。ちくしょう。そうなの？あれ、俺頭おかしいこと言ってる？頭おかしいこと言ってます？大丈夫俺大丈夫？もうすでにやばい？とりあえず最初のとりあえず行く。と行ってみましょうか。いいでしょう。はい、第1問。ねれん。イメージしてください。皆さんにとって腕時計とはどんなものですか？デザインやどんな時につけるかなど自由にお考えください。なんだこりゃ。まあ、心理テストだもんね。腕時計が。腕時計がどんなものおちゃんも見ていいよもういいよ私の説明だけじゃどうにもなってないからいいよ。はいシンキングタイムスタート。どんな時にどういうことどんな時に身につける
なるほど。腕時計。なるほど。はいはい。もう当たり前のことしか書けないんだけど。まあそれでいいんじゃないですか、まずはね。うん。はい、できました。書けたよ。書けたよこれ。そっち結構書いたね。いやだっていっぱいって言うから。あ、ほんと、うん、俺それ無視しちゃった。書いてちゃんと書いて。あ、まあでも書いちゃっちゃ書いたんで、うん、はい、大丈夫ですよ。じゃあ小野パンからいきますか。はい、腕時計のイメージ、うん、いつもだよ、ぐるっとぺったり、うん、こんな感じ。どういうこと？え、イメージですよね。いつもつけてるし、ぐるっとぺったりっていう、ね、イメージじゃなくてイメージしてください。あれ、なんか違った？で、皆さんにとって腕時計とはどんなものですか？なんか違いました。はい、そういうことですね。はい、ぐるっとぺったりついてますからね。はい、はい、そう、ぐるっとぺったりになってる、くっつけてる、はい、と思ったんですけど。なるほどなるほど。大丈夫ですか？うん。え、大丈夫ですか？大丈夫。はい、じゃあ、もうそう、だって大丈夫じゃないって言ってもどうにもなんないからね。ねえ、わかんないし、答えもわかんないし、まだね。ね、うん、じゃあこれで、はい。私は普通にあの時間を知るためにつけるもの。うん。で、普段つけてます。うん。なんとなく携帯電話でも時計ってわかるけど、うん、携帯出すのめんどくさいんでつけてるみたいな。うん。で、特にデザインは気にしないです。なるほど、うん、いつも同じのつけてます。はい、うん、さあ、はい、これは何なんだ、ね、そうだ、何なんですか、ね、これは診断結果。はい、このテストは腕時計イコール恋人です。必需品と答えた人は恋に人生をかけてる人、はあ、時と場合によって付け替えると答えた人は恋大きい人、はあ、邪魔だからつけないと答えた人はここしばらく恋愛をしていないのではないでしょうか、ということなんですけど、はあ、どうなんだ、ぐるっとぺったりって。これひどいですよ。ぐるっとぺったり、これいつもだよって言っちゃう。いつもだよ、フランクだね。え、小野くんはベタベタしたい方なの？多分そうじゃないはずなんですけどね。あれ、うわ、深層心理ではでもあるんじゃない？いつもだよ、ぐるっとぺったり。バカ、いつもだよ。うわ、なんかやだ。いそっちどうな？時間を知るためにつけるものって書いてある。ちょっと見せてください、見せてくださいよ。時間をつけるために。ちょっと見せてください。何これ？いいから見せてください。そっちだね。書いた方ですよ。なんで書いたの？書いて見せてください。デザインは特に気にしない。あ、はい。普段。なんでそんな堅くなに見せないんですか？やだよ、なんか、なんかこうさ、針の後ろをなんかこうつつくんじゃないかと思って。針の後ろをつつく。まあまあ、なんかこうちっちゃいところを やりだまにあげて。はい、まさにその時間ですからね。だってこっちはもう赤パチ書いてんだよ、もう。ぐるっとぺったりだぞ。いいじゃん、もう。でもぐるっとぺったりって別にゲスな答えかって言われたらゲスじゃないな。あ、ゲスじゃない。で、私も特にデザインは気にしないとか、なんか。気にしないってことは来るもの拒まずってことですか？どうなんだろう。あ、外見、これは外見は気にしないかもってこと。だからそっち行っちゃったらだってゲスじゃないじゃないですか。それ、はい、心だ、時間を知らせてくれればどんな人でもいいんだよ。そうですか、うん、まあいいんじゃん。じゃあ鳩時計と付き合ってるじゃないですか。携帯でもいいのに、いいけどめんどくせえからこの人と付き合ってる。そう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 。あ、それちょっとゲス。そうですよね、携帯でもいいのに、ね、携帯出すのが私めんどくさいのね。はい、なんかだから携帯にメールをもらうのもちょっとめんどくさくて、うん、あ、そうですか。いや、本当に本当になんかね、返しづらいんだよね、なんかメールが。気持ちはわかりますね。わかる、なんか、うん、打つのもなんかパソコンだとタカタカタってできるんだけど、うん、あ、ちょっとだから現代病なんだよね、僕の友達で、うん、あのメールの返信が毎回割といつもじゃないんだけど、よく数日単位で来ないやつがいて、うん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 、そいつに聞くと、あのメール返信、あのメール見て返信したつもりになっちゃってんで、うん、返しないっすみたいなやつがいて、うんうん、まあ、浜添信也君ってやつなんだけど、うんうんうん、そいつやついるから、ちょっと気持ちはわかる。わかる？そう。どうなんだろう、これでも判断難しいんじゃない？こういう、うん、この。うん。この場合どうなんですか？この場合どうなの？もう1-1なの？それともどっちもゲスじゃないっていう判定で次に持ち越されんの？これは何なの？まあ、とりあえずじゃあね、スタッフさんの判定をしてもらえますか？あ、じゃあ私の方がゲス。あ、スルッと決まりましたね。ゲスピー。いそっちの方がじゃあゲスピーが。ゲスピー。ゲス入った。くそ。どのあたりでそれが入ったんですかね。デザインを気にしないっていうのはちょっとそれは男に置き換えた時、おいおいって思ったわけですね。あー、誰でもいいかなではないんだけどな。なんかこうベリってするやつとかだったら嫌だもん、やっぱり。そうね、マジックテープ、マジックテープみたいな。なるほどね、わかりました。はい、さあ1ポイントそっちに入りましたよ。じゃあ次の問題いきますよ。うん、じゃかだん、はい、イメージしてください。んこれイメージじゃないからね。イメージしてくださいよ。もう大丈夫ですよ。うん、街中で自分とうり二つな人に遭遇しました。うん、
気づかれないようにそっと後をつけていったら、そのもう一人のあなたはとても意外な行動をしました。その行動とは？ああ、うん、なんだろう。はあ？自分と瓜二つな人、自分じゃない、うん、でも別に分身ってわけでもなくて他人ってことなのかな。なんだろう、なんだろう、何をしたの？パッと浮かんだのこれだな。私も別に意外な行動、うん、意外な行動、うん、なんだろう。はい、ほう、はい、行きましたと。はい、行きました。どっちから行く？どちらでも。じゃあ今度私から行く。焼き鳥を屋台で買った意外、うん、意外です。意外、はい、私の中ではすごい。あ、なるほどね。あんまり屋台で焼き鳥を買うようなことはしないな。だからか、うん、なるほど。うん、このパンは脱いだ。意外かなそうなんですよねそれを思うと確かにこれパブリックイメージ的に斧やりかねねえって思われてるかもなというのはあるんですけど、うんうん、自分にとっては意外なんだ、はい、意外ですね。まあ要は街中のイメージなんで、さすがに僕はね外では脱がないですよ。なるほどね、はい、家の中では で もしもだよ、はい、私がその瓜二つの斧くんを見かけて、はい、あれ斧くんかな、でも違う人かも、声かけるのどうしようかな、脱いだ瞬間に、うん、あ、斧くんだって思って。なんでやそこなんで振り落ちるんですか。おはようって、おい、言っちゃうんだむしろ他人の振りした方がいいですよ、それは。それはもう、もはやもう切り離していただいた方が、なるほどね、はい、いいと思いますけどさて、これはどんな、じゃあこれは何なんだろうね。はい、心理を表してるんですか。診断結果はですね、はい、このあなたに瓜二つの人は、うん、今のあなたの欲望を代行してくれている存在です。もう一人の自分がすることはあなたにとって普段は我慢してるけど実はやってみたいことです。例えば異性をナンパしまくったなら恋愛、うん、スイーツをむさぼるように食べたなら食欲、うん、暴力的なことだったら今誰か文句を言いたい相手がいるということです。なるほどね。脱ぎたいんだ。はい、まあ脱いだということはもうそういうことですよね。露出狂や。もうしょうがねえや。はい、すごい性癖や。はい、癖でございますね、これ ね。まあただね、うん、いいんじゃないですか。これ脱いだっていうのは、うん、あれですよ、服とは限りませんよ。何？何、下着？もっとやばい。もっとやばいじゃないですか。違いますよ。いわゆるなんつうんですか、夏じゃないですか。うん、ってことは、ほら。海パン？海パン、海パン脱いだらもうアウトだな。あの、違いますよ。何何？心の皮みたいなの脱ぎ捨てましょうってことじゃないですかこれ。あ、ほら普段この物静かにねこう過ごして、こうなんか本なんて読んで、こうカラマーゾフの兄弟みたいなのね、こう小説読みながらね。ヘリクツ始まっちゃったよ。な、僕なんでね、ちょっと、あ、ちょっとおしゃれなとこ出ちゃったかなこれ。ヘリクツ始まった。あ、もうゲスどっちって聞くまでもなく指を刺されたんで、うん、お前だから、はい、私でございますお前だからって顔ですよ。まあ、脱いじゃダメだね、もうね。まあね、そうだよね、しょうがないです。あ、じゃあ次行きますよ。タカタン。いつものように家を出たあなた、うん、途中でお財布を忘れたことに気がつきました、うん、慌ててカバンの中を探るとお金が出てきました、うん、さていくら出てきたでしょうか、うん、はい、これパンと、これも最後の問題だったりします。はい、できました。はい、じゃあ行って、小野くんから、はい、17円はい、なんで17なの。カバンの中漁って出てくると小銭感があったんで、ああ、じゃらじゃら、あ、こ、あ、17円だなと思って。なるほどね。私1000円、はい、1枚だけペロッと出てくる感じ。なるほどね、うん、なんだろう、なんだろう、これは、診断結果、うん、これはあなたが人にお金を貸しても良いと思っている金額ですもしも万が一現金ではなくクレジットカードが出てきたなどという人がいたら、その人は際限なく人にお金を貸してしまうかもしれないので気をつけてくださいなるほど。あ、私1000円1000円ね、1000円ちょっとケチじゃないですか。でもお前17円に言われたくねえよ何言ってんだよ、何も買えねえよいやいや、棒買える、棒馬棒買います。馬棒が、馬棒買えるじゃないですか。うまい棒っていくら、あれ11円ですよ。 10円返し11円ですよ。問屋で買えば9円ですよ。いや、でもさ、でもさ、電車賃とかになんないじゃん。例えばさ、なんすか、帰れないとかなった時に、はい、とりあえずこれで帰れるっていう値段でもないじゃん。はい、はい、そうですねもうこれはゲスな方に決まったんじゃないですか。いや、そうでもないんですよ、これ。何言わかりますか。これ17円っていうのはどういうことかっていうと、あの、友達が例えば、うん、まあ、ご飯食べて、うん、払ってる時に、うん、まあ、3117円ですみたいに言われてて、うん、俺3100円しかねえみたいな時に、おい、おいっつって、あ、17円出してやるよってこと。あら、ちゃんと返すよ。でもさそう、でもさ、なんかお詫びでさ、カントリーマームをみんなに買ってくる人だよ、小野君って。あ、そうでしたね、はい。もうさ、なんならデイリーで買ってきてもいいものじゃん、まあそうですね。
まさに17円なんだよ。だからどういうことですか、人に貸せるのは17円ぐらいなんだよ。まあまあそうかもしれないですけどね。まあこの17円をどう取るかはもうね、ふさふさ次第ですよこれは。まあいいでしょう。小野さんがゲスです。まあね、そう額だけをね見るような人はやっぱそういう判定をねちょっとなさると思う。額しか見れないだろうこの話。もうそのしょうがないですもん。はい、もうしょうがないでしょ。もうしょうがないですもん。はい、まあ同点ってことでいいかな今回はね。一応ちょっと僕足し算ができないんで、小野パンが2ポイント、はい、イソッチが1ポイントということで、ゲスは小野パンです。ゲスパン、ゲスパン。じゃあ久しぶりにセンブリ茶はですねエンディングで飲みたいと思いますよ。マジですか、最近なかったのに ね。以上ゲス判定でした。マビの日、ロナとパンのファンタジーラジオ。ここでマビノギからのお知らせです。明日8月15日のメンテナンス後から大人気アニメソードアートオンラインとのタイアップがスタートします。タイアップを記念してログインした全てのキャラクターにユイフライングパペットをプレゼントいたします。その他にもタイアップを記念したイベントを実施いたしますのでどうぞお楽しみに。はい、また3000円分のオンラインショップギフト券が毎日当たるツイッターイベントを8月8日から開催しております。詳しくは公式サイトの特設ページをご覧ください。はい、以上マビノギからのお知らせでした。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。はい、この番組では皆さんからのメールを募集しています。マビノギをプレイしてみた感想、僕たちパーソナリティへのメッセージ、質問などなどどんどん送ってください。メールは番組サイトのメールフォームからお願いします。はい、お願いします。飲んじゃいよ、飲んじゃいよ、さあさあ飲んじゃいよ。はい、リズミカル、もう目の前に用意されてんだこれ。さあ、じゃあ行ってみましょうかね。久しぶりですね。はい、いただきます。お、ゲスパン飲んでる飲んでる。お、久しぶりにこの音聞いた。苦い？一気に飲むもんじゃない。苦い？あーし、あーセンブリだけに、あお久しぶり。あーうまいうまい、うまいうまい。ちなみにそう、なんかさっき小野くんが時計の時に私のやつすごい奪おうとしたじゃん、で私死守したじゃん、はい、なぜ死守したかっていうと、はい、この時計ね、はい、普段使ってるやつお母さんからもらったやつだから、はい、お母さんからもらってる時計だから特にデザイン気にしないって書いてあってこれは見せられないって思って俺も、ね、死守したの。ぽいの見えたから見やがったんですよ。やっぱそうじゃねえか俺。でも結局ポイント数変わんないからいいだろ。そうでした。まあでもお母さんから もらった恋人ってどんなだよって。すごいなと思って。なんか可能姉妹のさ京子さんみたいなお母さんみたいなイメージだよね。そんなお母さんいたら自慢するわ私。うわー、それいいな。お母さんからもらったのっつって。お母さんからいただいたの。いいじゃないですか。デザインは気にしないわ。いいよ、ちょっとイソッチをもっとこっち側に来てください。ゲス側に。ゲス側に全裸になりましょうよ。全裸に、私嫌だよ、全裸にはなりたくないよ。嫌ですよね。はい、それでは今回のマビノギロナとパンのファンタジーラジオはここまで。お相手は磯村智美と小野ゆきでした。バイバイ。ゲスパン、ゲスパン、じわじわ来る。マビノギロナとパンのファンタジーラジオ、この番組はネクソンの提供でお送りしました。